冬の実家はめっちゃ寒い。おそば。冬天来了呀，家里这个暖桌炉正式启用。赛前上啊，是坐在那个榻榻米下面的，我是第一次看到这样子的赛前上。最前的路，本当に最悪やね。年々なんか色とか何を着た方がいいとかある？何でも大丈夫よ。マニ？うん。なんか九州感じだったらみんな赤。そうやってな。大丈夫大丈夫。俺多分黒着ていくと思うよ。我是猫，他是你的老公。对，欢迎回到我的频道。OK， 你好吗？実家に帰ります。台湾は旧正月なんやけど、日本人は12月31日の年越し過ごすよね。そうやな。大体日本人はみんなあの実家に帰ってゆっくり過ごすね。对，我们今天呢就要回香川老家过年啦。日本人的过年呢是12月31号，因为台湾是过农历年嘛，所以其实从小到大一直以来，十二月三十一号对我来说呢，就是那种跟朋友出去玩的跨年的那种感觉，跨年演唱会啊什么的。对，那今年呢就是比较不一样，因为我们结婚了，就是成为了家人，所以就参与这边的传统文化，在年底回家过年。那也是我们结婚之后第一次一起回老家过年，就是作为一个家族成员的一份子，所以对我来说呢，真的是非常的特别，也非常有意义。楽しみだね。年越しそば食べないと。ほんまやな、年うどんじゃないのかなと思って。この大晦日実家帰る気分どう？ドキドキ、初めて家族と過ごすから。冬の実家はめっちゃ寒い。マジで？本当に寒い。俺家やもん。もう夜とか本当寒くて。暖房つけたら大丈夫だよね。つけてもなんかね、違うんやって。隙間からね、風が入ってくる。木造の家やからさ、隙間風がすごい入ってくるよ。初めてなんか冬の実家。お風呂が本当に寒い。お風呂に浸かったらあったかいんだけど、体洗ってから入ろうとするんやけどさ。そういう時が寒いの。寒い。好怀念的这个入口。ただいま。いらっしゃいませ。ただいま。寒いな。ちょっと変わらんやろ。見え買ってきた。あ、ありがとう。あ、かみさんつけてね。ちょっとつけて。ひろきなんかあの動画のやつで気づいたけど、あのリンの叩き方が違うと。あ、マジでマジで。でもマナーがやばい。大丈夫。いや、お母さんすごい。お母さんってすごいなんか動物保育士になるじゃん。なんか会話できるもん。刚刚听到猫咪叫，他说外面还有一只猫咪，就是那个爱生气的小虎。这个啦，喵，看到，看到，帰ってくる。可愛い、久しぶりや。猫ちゃん、大丈夫？めっちゃ可愛いよ。え？ご飯欲しい。なんかご飯持ってたらまあもうちょっと勇気ある。母さんが変わる。みんな構えてるけど、絶対やばい。お母さんこれ何を作ったんですか？黒いお茶。これ？だし。あ、だし。ああ、そう。つけて食べる。つけうどん。うん。おそば。年越しそば。すごい。なんか香川に来たらもしかして年越しうどん食べてるのかなと思った。いやいや。そばも食べるとこもある。そば食べてうどん。はい。うん。过年。客厅墙上这边有，就是挂着 Hello Kitty 年轻的时候的照片。天哪，这也太年轻了吧！而且感觉有点小混混。
10年ぐらい前。ちょっと眉毛ヤンキーやな。あの細いのが、ね、流行ってた。就像 Hiroki 所说的、啊，老家到了冬天真的是特别冷。一打开就是这边的门啊，到这个走廊超冷。お皿使ってくれました。はい。啊，不可以。はい、那すごいですか。刚刚那个日本酒打翻，然后想说怎么会从那个杯子里面一直露出日本酒来，然后就我们刚发现它这个日本酒杯啊，它本来上面就有一个洞。几十年哟，几十年有可能。じゃあ一年。お疲れ。まだ来年もよろしく。乾杯。すごいなこれ。我以前不知道吃乌冬会加芝麻粉哎，我是来香川后才知道的，然后才注意到说，原来那个乌龙面店真的会就是放芝麻粉给大家用。大吉吗？お母さんでですね。嗯，何で安いんだ？本当に。姐姐做了两天的 avocado。姐姐姐妈妈爸爸。中国語でも。嗯，妈妈。妈妈。お兄ちゃんは哥哥。哥哥。嗯。そうそう、給食活で赤の服着る。あ、広くそれ赤で。そう一応赤。膝の上乗っててめっちゃ可愛いな。いつも乗ってこへん。あ、気分や。特上。すごい。どのスーパーに乗るの？いや、インターで買った。サービスエリア。サービスエリアで買ったけど、1万円。え、これって正規を？1万円。前の篠原家はこっちと同じ。これあっちの篠原家はな、中の肘型は同じやけど、肩の周りが。私はけどお父さんに。ちょっとずつ変わっていた。おかみし？おみきって読むんか。おみき。正月用に神さんに飾るような。カスタニアを見てます。あ、やってた。やってた。姉ちゃんは2億円宝くじ当たったら何に使いたいですか？隣の空き家を買って、自分の家を建てます。どんなお家を建てたいですか？小さいお家かな。冬天来了呀，家里这个算休息室吗的暖桌炉正式启用。いいの？飲む？あ、飲むか。こたつで最高やな。めっちゃ最高。めっちゃ気持ちいい。ノリ、入って。来た。来た。多い。大晦日の実家に乾杯。乾杯。最高やな。あ、気持ちいい。なんか。整墙键位，各式药品都可以在我哥的网络药妆店惠比寿日药直送购入哦。药品都是直送，不是代购，大家可以放心选购啦。两层棉被，三层棉被，嘿，它是长这样子的，脚底下有那个暖炉，让它来报时一下。现在几点？现在晚上啊，十三啊，什么来着？十一点三十四分。まだ25分30分切ったよ。やばいやばい。いや、2020終わってしまうな。あれから1年間めっちゃ早いな。日本人は年を越す前に年越しそばを食べるんよ。12時になる前に食べる。食べ続けて越すってこと。いや、なんかね、12時を越す前に食べきるらしい。在2022年剩下的最后的12分钟，我们最紧张的竟然是ふるさと納税。它是一个日本很特别的纳税制度，不只是讲你住的那个地方，因为日本很多就是县市村啊町啊这些，那乡下的町因为人口少，收的税也少，他们希望可以让这些乡下也可以收到比较多的税，可以帮助地方发展，他们就有这个ふるさと納税的制度，就是说你不住在那
那边你可以选择你想要将你的这个税是给这个丁，反正你都是要缴这个十万块的税，你可以选择把这个税给这个市，那这个市会给你一些特别回馈，譬如说可能是高级和牛啊、鳗鱼啊、米啊、好吃的哈密瓜啊之类的。今何買ってるの？うなぎ。やっぱ時間がやばい。这个如果没有在就是今年年内做好，就是12月31号的11:59前做到的话，就不能够计算在今年的你要报税的金额里面。你都是要缴一样的钱，可是你没有那个礼品，很可惜嘛。然后我们已经快要没有时间吃那个Toshikoshi Soba了，因为Toshikoshi Soba也是要在这年内吃完。那你，眠い。都是要蘸那个 soba 吃的。4:57。我靠，怎么那么快？どうぞどうぞ。初めて香川でそば食べました。もう少しだな、チャイムが鳴るから。マジで？新年明けましておめでとう。おめでとう、明けましておめでとう。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとう。上次来他们家是夏天，现在是冬天，所以很多都不一样了。譬如说，すごい。あったかい。これどれくらい燃えるんですか？一つの薪。かったら1時間。そんな早いんだ。薪の硬さによる。やばい薪やったら、やばいの軽い薪やったら早い。杉の木やいなったら結構早いんだ。ああ。軽い。近くとバレンタインとか暑い。寝るときは。これ何？マッサージ機。効くこのマッサージ？めちゃくちゃ効く。すごいなこれ。見た目結構やばいけどこれ。これすごいやろ。めちゃくちゃ笑ってるやん。袋持っといいやん。薄いのにそれ。神社に着きました。これ家の近くのよく来る神社。一番お家と縁がある神社。夜のお参り。私たちの家の地域だったら子供だけがその調査っていう乗り物の中にある太鼓を叩ける。姉ちゃんも。私はやってない。女の子はできない。ありがとうございます。甘酒。はい。这是他们这边当地的神社，感觉比较简单。像他们的这个赛前香啊，是坐在那个榻榻米下面的。我是第一次看到这样子的赛前香。お賽銭泥棒本当に最悪やね。他这边有那个门松，就是过年会有的装饰。そう、めっちゃ気持ちいい。お祭りの時に甘酒作って、美味しい、あったかい、很像甜酒那样的感觉。I don't think I'm being that selfish right now。松とか、あそこにもあるけど、松とかの鮮魚とか。これは梅の花、梅の金にしてる、ね。あ、綺麗。玄関也有妈妈做的花。これ生け花も。あ、寄せ植え。松とか南天とか。味噌汁とかいろいろある。我们过年吃的这个年糕啊，里面还有红豆馅。我平常不吃甜的，但是它这个其实没有太甜，就是刚刚好淡淡的，有那个红豆香，然后配这个汤，咸甜咸甜，其实意外的蛮搭的。新年快乐！新年快乐！今年の初夢なんでした？やばい、覚えてないわ。何？
なんか緑が変わったって感じやな、ちょっと。あと葉っぱがなくなってる。多分なんか帰ってきとったけど、さっき帰ってきて誰も気づかんからお雑煮食べてて、うん、多分その頃に帰ってきとった。ここに来てる。無理、中で降り。あー、寒くないな、外。我们现在要去哪里？初詣。在日本就是他们过完新年呢，都会马上去拜拜。どこに行きますか？全然全然。全然拜。拜拜し。誕生日。他们有一个临时停车场，大家都要进去，我们来排队。这是附近的学校，好像是就是寺庙跟这边借场地，当做他们的。拜拜的临时停车场，我们穿了羽绒外套，根本就红色都不见了。ついてる、なんかついてる、みかんがついてる。みかんついてる。这里也有放那个门松。開けました、おめでとう。ございます。100円入れてください。火山旅。え？火山。我无色鸡都吃，我也是本来以为人会更多，就是很挤的那一种，但是还好，就是很热闹，有人但不会太挤，刚刚好。刚刚好。这道好吃，要点什么？阿达玛奈，阿达玛奈，阿达玛，阿达玛，阿达玛。来年运良くなるように。来年？今年じゃなくて。あ、今年。違う。そう。今日うちの子供がガンガン言うから。あ、そう。ガンガン言う。12分までに終わらす。何回叩くんですか。108回。子供が80回ぐらいまで。1から。何歳の子供いますか。今8歳。あ、桃だけ。桃だけ。这狗狗也太乖了吧！运气下，运气下，运气下的太累了。我们有点肚子饿了，因为真的周围太香。刚刚那边签都被抽完了，我们到另外一个地方来抽签，真的人太多。いい音したな。行くよ。スレキチ。俺もスレキチや。お揃い。鲷鱼在日本也是一个有吉祥的意思，梅代代是庆祝吉祥的意思嘛，然后它是泰，都是有泰这个音。我说就是鱼在中文也很吉祥，因为年年有余嘛，然后大家就在练习那个鱼的发音，鱼鱼鱼啊，でもいいもよかったよ。よかった。これ出てきんかったらもう。あ、悪夢があるよ。あ、もうええやろ。あ、ほんまや。すごい。つけました。豆腐乳。超丰盛的年菜，我觉得日本年菜跟台湾年菜很大的不同是他们冷菜比较多，就跟怀石料理一样，然后他们就会配这样子的热汤。新年，新年来ました。おめでとうございます。そうなん、そう。濃厚。豆腐から作った発酵物かな。美味しい。わかる、この美味しさ。うまい。うまいですよね。変わったね。なんか味噌漬けみたい。うん、味噌に似とるな。うん、美味しい。キュウリのせんだら絶対美味しい。おかえり。これでも私も食べたことないから。あ、これも美味しい。でも全然味は違う。ウニ。ウニに似とる、ちょっと。ほんま？へえ、そうなんや、ちょっと。じゃあめっちゃいい味してるじゃん。
キモいやん。大丈夫。いや、無理じゃないけど、なんだろう。キモ、キモ。フォアグラ発酵したらこんなんなるか。ああ、確かに。いや、めっちゃ高級じゃない。フォアグラウニ。日本年菜会看到很多平常很少看到的料理，像这个，它是干柿子跟 cream cheese 去做的夹心。昆布とか黒豆とかカツノコカツノコお寿司料理絶対あるやつ。どんな意味があるの？それぞれの意味があって。そうやな。豆豆しく。豆に働く？カツノコは繁栄の。昆布は？昆布あれや。神様にあれ捧げるやろ。昆布に昆布という当て字をすることで子孫の繁栄の意味もあると言われています。何？何宝贝？哪里小宝贝？人家没有东西。人家可能听得欢喜的感觉。一起吧。そのタイミングで逃げる。おいしいタイミングよ。一緒に。